で今日はブートパスに遊びに来ました。イエーイ。はい、このブートパスはゲームセンターのタイトステーションをなどを運営するタイトーさんが2024年7月に新たにオープンした仲間とスポーツが思いっきり楽しめるスポーツ施設となっております。このブートパスは私たち4人みたいなグループでパーティー感覚でゲームを楽しめるみたいなので、今日は4人でこのブートバースを全力で楽しんで視聴者さんにその魅力を存分にお届けしたいと思います。はい。今日のメンバー何か共通することありませんか？年齢。ああ、おお、こっち対こっちで対戦しようかなと思ってます。なるほど、早速だよ。負けたチームは罰ゲームにしますか？でも決まってます。罰ゲーム。罰ゲーム何がいい？3日間、アイコン変顔。ちょっと待って、最悪。え、何のですか？え、でもさ、やるからにやっぱ全部の方が面白いです。確かに。じゃあ今日は3本勝負します。おー、3本勝負。コーニペアをブートバース。コーニとしてコーチペアをこっちこっちにしてやるぞ。せーの。じゃあまずは JK1 チームから行きましょう。頑張ろう、頑張りましょう。ちょっとそう、あ、すごい、めじゃあ、やってみます。点数何点でしたか？3610です。4100点です。ウェイトに止まる。イエーイ。なんで、はい、このプレイは最大4人でできるらしいです。みんなでやってて頼むよね。ランキングもあるけ、1位目指して頑張れ、頑張れ、頑張れ。じゃあ次のバトルに行きましょう。やったー。
今2-0。2-0。まあ、まあ、当然の結果。ちょっといいですか。あ、ちょっと、何ですか、何ですか。あ、そうです、何ですか。まゆちゃん、やらせてください。これもう一回ですね。ちょっと。どうした。ちょっと、部が高いな。低い沈んでる。沈んだ、うん、かわいそう、かわいそう。外産いてくださいしょうがないです。いいよー。すごいすごいやる気出てきた。なんでですか。え、ちょっとラインを2方踏んでいたのを結構何度か見まして。頑張れ。おかしいな。じゃあもう別にここから勝負でいいんじゃない。やるじゃん。一緒にですか。じゃあやってやってもいい。まあならやってやってもいい。じゃあここからが勝負ですね。確かに、はい、頑張ろう。次こそはマジで本気、はい、せーの、じゃーん。次は忍者ウォーリアーズエクストリームステージでーす。各チーム一人ずつ赤いコースを走ってもらいます。で、2人走った合計のタイムがチームのタイムです。このバトルに勝ったチームが今回の勝利チームになります。最初グーじゃんけんぽい。うわー、ここみどっちよ。なんかいい方が伝わってこない。しっかり話してたんです。あ、すいません。1番の方、はい。じゃあ2番の方、はい。うわー、うまじかー。3番の方、はい。4番の方、はい。あー、かっこいい。一つ来たけど、マジか。どういうの。れいちゃん強い。絶対強い。そういうことじゃないんだよ。頑張ります、頑張ります。えいえい、おー、いいですね。いいよ。3以下で勝利です。以上の結果をもちまして、今回のバトルは7名チームの勝ちです。変顔を期待してます。楽しみ楽しみ楽しみ。
いいよ。あ、いいよ。あ、すごい。これめっちゃいいですね、これ。いい。そうですよ。じゃあ、こっちを向かって。あ、ここですか。おお。めっちゃいい。かっこいい。これでいきましょう。これに決定します。わー、待って、3日。最悪、3つ。ねえ、誰3つ言ったの。はい、というわけで皆さん、ブートバースいかがでしたか。すごい楽しかったです。ですよね。グループでみんなで楽しめるし、うん、なんかスポーツ苦手な人でもすごい楽しめる内容だったから、うんね、クイズとか、うんうん、苦手な人でも楽しめちゃうなって。ちなみに一番印象に残ってるものってあります？バトルでやったソニックブラストサバイバル、あ、それかのやつで、あのボクシング、うん、めっちゃ一番上手だったんだ。めっちゃ上手だけど才能開花しちゃったなって思っちゃって、落ちるのとか怖かったし、うん、なんか喋ってくれるじゃん、喋、うん、ってくれるのがなんかマジでアトラクション、うん、分かる分かる、やってみてください。ぜひぜひぜひ、めっちゃいい、はい。私はクイズ&ダッシュ、みんなでやってみますか、うんうん、みんなで協力しながらできるし、スポーツできないと人でもできちゃうし、みんなできるからすごいおすすめです。楽しかった。私はバトルで実際にやったスペースインベーターストライク、うん、こう投げるやつ、うん、めっちゃ楽しかった。しかもなんかめっちゃのこう行き帰りするからめっちゃいい運動にもなるし、うん、そうダイエットになりそう、うん、だからみんなにぜひやってみてほしい。ぜひ。私は忍者ウォリアーズが一番楽しかった。楽しかった。もうみんなすごいタイムが速くて、速、うん、かった。すごい楽しかった。楽しました、うんうん、もう夏休みも近いということなので、確かに確かに、うん、みんな家族とか友達も誘ってぜひブートバースに遊びに来てください。ありがとうございます。せーの、ブートバースからのブートバース。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。ということで8月号も絶対チェックしてね。海外ガール作品が見れちゃうかも。チロチロもうやめて、もう